い、おはこんさつま、しみでごわす。今年はですね、2月の19日から23日まで、鹿児島の方で県下一周駅伝が行われるわけですけども、今年もあれの影響で沿道での応援は自粛をお願いされてるんですけども、まあ、YouTube で駅伝の様子を、まあ、映像はないと思うんですけども、実況や、まあ、あの新聞社の方とか Twitter の様子を見て盛り上げる配信があったりするんですけども、まあ、そんな今回ですね、県下一周駅伝あるあるを一つだけ紹介したいと思います。県下一周駅伝を、まあ、沿道で応援できた時の話なんですけど、駅伝で走るところから近い学校にいると、まあ、午後とかの授業を一時中断して応援に行くということがあったんですけども、まあ、本当にあったんですけど、まあ、学生的には2月という時期に授業をですね、まあ、授業を中断して沿道に行って応援するというだけで、なんかこうですね、テンションが上がるんですよね。本当になんていうか、なんかよくわかんないですけど、まあ、私もですね、バーチャル小学生の頃何度も応援に行ったことがあるんですけど、まあ、走ってる人たちのこととか、まあ、そのチームとかのことあまり詳しくなかったから、まあ、興味はなかったと思うんですけど、まあ、それでも一生懸命応援したんですけど、まあ、その時もらえる応援旗がなんかこうかっこよくて、まあ、嬉しくてよく持って帰ってますよね。まあ数日破れてましたけどもね、まあ、こればかりはですね、まあ、応援するっていうのに興味がないのは子供だからしょうがないですねっていう感じですけどもね。世界は喜びが